はい、こんにちは、スレトルトと申します。壁ドンしたら人生が変わった実況プレイ始めていきたいと思います。主人公ネックレスを落としまして、ネックレス落としたじゃないか、ネックレスの持ち主の子を探してんだよね。それが昔ね、ある約束をした女の子らしい。そしてなんか転校先かなんかで帰ってきて、今ネックレスの持ち主探しをしているってとこですね。そっから風紀委員にちょっと絡まれたってとこですが、まあレトルトの壁ドンテクニックでもう一瞬に赤くなってやりましたよ赤くしてやりましたよ。ということで結構俺この子可愛いんじゃないかなと思うんだけど、前回終わるかなと思ったら結構女の子がまだまだいるっぽいんだよね。ドキドキなんかしてねえです銭形平次的なキャラクターなのかな、その口調的には。ストーリーはあと91回タップで解放されます。なんか映ってる女の子がまだメインヒロイン感ないんだよな。メインヒロインってやっぱ同級生のなんかお姉さんでもなければ、ちょっとなんか後輩的なキャラクター、子供っぽいキャラクターでもない、こう中間のキャラクターがやっぱ多いじゃん。なんていうの、このまあラノベしかり、アニメしかり、まあギャルゲーしかりって、やっぱ基本的にメインっぽい女の子が、なんていうの、普通っぽい女の子がメインヒロインだから、いつ現れるかなって感じだけど。エピソード8、カンナギのミコ絶対メインヒロインじゃないな。エピソード10かな。じゃあ、エピソード8まで来たよ。ちょっと待った、それ以上続けると懲罰房に行ってもらいます。わかった、やめるから募集やめてくれないかどういう状況なんだろう、この壁ドンしまくって懲罰分なんかなんでお前ら逃げないのみたいな。うっす、ただまだ事情聴取はさせてください。事情がつかめねえと判断できないので。わかった、もちろん事情は話すよ。あだと面倒なことにならないようにならねえようにしとかないといけねえんです。とにかくなんとか没収は免れた。これはもうまだいたんだ。このネックレスは拾い物で持ち主を探してるんです。え、拾い物だったんですか、早く行ってくださいよ。壁ドン300回ぐらいしてる間に言えたと思うんだけどね。ずっとそう言ってました。しょうがないですね、持ち主探すの手伝ってあげますよ。まあ不純性交友が見つかったら即刻懲罰房行きなので気をつけてください。懲罰房は困るけど早速探しに行こうか。どこにあるんだろう懲罰房って。二見はどこで拾ったんです。今日神社で拾いました、神崎神社です。お、だから巫女か。神崎神社に行って巫女の友達に話を聞くのが早そうですね。それにしても持ち主さんは転校生くんにとってよっぽど大切な人なんですね。まあね、モテるよ。今んとこもう8人7人ぐらいの女の子落としてるからね。10年前にあの人と交わした約束、僕が転校するその時、次にまた会うその時まで僕のあげた星のネックレスを持ってずっと待っていると、彼女はそう言ってくれた。もう落としてるけどな神社に着きましたね。レイいますか。おー、刀持つ系か、ここにいるぞ。転校生か、珍しいな。はじめまして、カンナギレイだ、よろしくな。この子に壁ドンすんのは難しそうだな。で、私に何か用か。ああ、今日の朝神社に参拝に来た人を教えてほしいんだ。悪いが今日初めて会ったお前に教えられることはない。厳しいな、だけど貴重な情報を聞き出さないわけにはいかない。まあ個人情報だからな、一応神社も商売的なというかね、一応そう来た人にプライバシーみたいなのあるかもしれないから。学園にほど近い神崎神社の見習い巫女、学業の傍ら休みの日には神社の手伝いをしている、真面目で、誠実、堅物を体現したかのような生徒だが、それだけに頼もしさは学年屈指。魔物との戦いで家に伝わる、神技一刀流を、用い仲間を守る。何その、なんていうの、魔物というキャラクターがいることを初めて知ったんだけど、そういう世界観のもとにこのなんだろう、ゲームは基づいて行われてんの。何回壁ドンすればいいんだろう。796回、マジか、結構よなそれ。ほい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 、悪いが初めて会ったお前に教えられることはない。でも一回さタップするだけでもうキュンの数すげえ上がるようになったな。参拝者のことなど担任に教えられないって書いてあった。まあでもそうよな、悪いが帰ってもらえるか。でもなんかさ、こういうなんかこういう学園もののなんかラブコメに
あ、もう完全にあるある的なキャラクターはもうほぼほぼ揃ったよね。なんかこう風紀委員とか、なんだろう、こういう巫女さんとか刀下げたとかおどおどした、図書館少女とか、なんか報道部のなんかキャラクターとかさ、こいつ一切男とつるむ気はないんだろうね。でもこういう系やっぱなんか男のなんか エロくてバカな悪友みたいな、そういうキャラクターって俺結構好きなんだけど、まあ男キャラクターはいらないってことだね。まあいらないね。まあ必要はないな。じゃあちょっとひたすら壁ドンしてアンロックされるの待つか。お、来た、新しいストーリーがアンロックされました。結構これも時間かかるな。キュンは溜まってんだけどな。エピソード9、私の大切なもの。これメインヒロイン感あるよな。行きましょう。この子が神社の参拝をしていたと。巫女さんにもひたすら壁ドンしたよ。え、いい加減にしろ。体中熱くてどうにかなりそうだ。摩擦じゃないかな説ある。ごめん、体調悪いのか、風邪でも流行ってるのかな。このおとぼけ主人公ね、全然疎い、あの恋愛に疎いみたいな、全然鈍感なくせに壁ドンはひたすらする意味がわからない設定。これは風邪なんかじゃない。お前のせいだぞ。俺のせい？いや、なんでもない。それより私に用なんだろ。ああ、そうだった。朝神社に来た人を教えてほしいんだ。それを聞いたらもう私は用なしか。いや、それ聞いた後もちゃんとね、ちゃんとアフターケアをね、私いたしますので、はい、なんてな、冗談だ、なんでもない。いやいやいや、アフターケアはしっかり、当店はアフターケアしっかりさせていただきますよ。今日の朝参拝に来た人を正確にはわからない。ただ落とし物ならよく参拝するものの可能性が高いな。心当たりがあるのか。うちの生徒でよくここに来る子は。なんでお主らがそれを持ってるんじゃ。誰こいつ。東雲、わらはそれを一日中探してたんじゃ。メインヒロインかな。返してもらうぞ。探してた。あ、奪われた。もしかしてこの子がネックレスの持ち主なのか。なんだ、成長をなんか昔の姿とかでなんか逆算できないのこの子。ついてくるんじゃない。いや、この子が持ち主なはずはない。だって持ち主はもう、え、持ち主はもう、もしかして最後この持ち主のキャラクターを選ぶんじゃないの。え、そういう感じ。いや、じゃこれは大事なものだからな、他の誰かに渡すわけにいかんのじゃ。実は主人公言ってなかったけど出会ってたみたいな。10年間探してきたんだ、絶対に取り返す。じゃこの子は違うっていうことなの。この子かもしんないじゃん。ほぼ誰も信じていないが、自称312歳の吸血鬼。見た目の割に深い知識を持ち、桁違いな魔力、威力の魔法を使いこなせるのは事実で、しかし、恥ずかしげもなく死後を連発するあたり、見た目通り12歳とも考えづらい。見た目は12歳なんだ。授業を免除されていることも含め、謎だらけの少女。いや、このさ、魔法とかを使いこなせてる時点で、自称312歳の吸血鬼でとかも、信用には、ね、信用しても別にいいとは思うんだけど。疲れが、何回壁ドンしなきゃいけないのかな。1597クリックか。それは結構ですよ。おい、バッテリーもいつものようにないからね。なぜ少年がこれを。絶対に返しません。きたー、新しいストーリー。いや、結構かかったよ。7分ぐらいかかりましたね。あー、君との再会。この子か。メインヒロイン呼ぶメインヒロインだな。キュンの数すごいけどもう足りてるからね。行きましょう。え、足りてないのかこれ。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億、100億、1000億、1兆100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億、100億。え、まさか全然足りてない。嘘。マジか。余裕で足りてると思ってたら、はあ、くそー、絶対余裕で足りると思って動画撮り始めたんだよね、前回のパート。
まさかまだ足りなかったとは。なんとかなんないかな。くそ、これはどうもなんないな。まだ桁違いってやつだもんね。これちょっと買って、機械のやつで仕方ないな。こう増やしていったとしてもまだ足りないのか。仕方ない。今回終わると思いましたが終わりませんでした。すいませんでした。ということで、ちょっとこれは収録外でひたすらまた壁ドンしまくって、貯めてきてラスト最終回迎えるっていう、誰がね相手だったのかっていうのを、見極めるっていう、とこで最終回とさせてください。はい、ということで、皆様ご視聴ありがとうございました。次回こそは、この壁ドンのセクハラ成功させてみせますので、よろしくお願いします。次回に続きます。レトルトさーん。あー、まあまあ、メイク一個はほとんどの可能性でつかめんだな。頼みます。違う違う、来い。あーやったー、やったー、すげーすげー